このゲームだけのために今日来ていらっしゃいますからね。さあ第1ゲーム始まりました。まずは三品選手はギルランタップインですね。さあ土地を置き合ってまずはマナベスト整えるところからですね。三品選手はこれでもうちょっと手札に今3枚目以降の土地がないように見えましたね。おっと、まあ、ちょっとコントロールにとっては土地が止まってしまうとそうですね、かなり痛で、まあ、ただダブルマリガンもきついんで、まあ、土地が2枚あったことを試して、うん、あそうですね、確かにアショクもあのフェッチラン対策としてはかなり劇的かつ相手のディグを妨害できると。昨日見てた感じ皆さん結構サイドボードには積んでるように見えましたね。シミックネクサスの墓地を追放したりとなかなかに活躍してましたが、まあ、フェッチもあってそれも使えなくなるということで。さあ中道選手はまずはプルスプワンドローからスタートです。これもフェリダーでブリンクすると追加でワンドローできるということで。おっと三品選手2枚で土地が止まってしまったみたいですね。さあ対して中道選手は土地が豊富にありそうです。そうですね、ただどれぐらいちょっと手札が強いかは、土地は本当に複数枚まだまだありそうですが、さあヒーリーがあるように見えますね。しかしここでフェッチを切ったということはクキナイテフェリー来ちゃうかみたいな。さあここはフェッチランドから蒸気孔3マナ行きはもう強烈なプレインゾーカーが2種類、うん、4枚ずつ入ってますからね。サヒエリとテフェリー、まあ、どっちにしても結構三品さんとしては対処しないといけない。さあ3枚出すのはサヒエリからですね。ここは三品さん通してまずはプラス。サヒーリもプレッシャー大きいですからね。非常に地味に見えるんですけどもドローの質も上がりますし、放置されれば放置されるほど手札の質に差が出てくるので。さあ三品選手ここはエンドにフェッチですね。で2点ペイからの暴君の長所をあプルスプに打つんですね。まあちょっとサヒーでコピーされたりも、うん、伝説はいけるんでしたっけ。あですね、3万ないかなので、あいやあのサヒー、あサヒーかサヒー伝説以外でしたっけ。伝説コピーできた気がするが、そうだこれでまあコピーしてドローとかもできたりするし、まあ、ちょっとサヒーリーも出てきたんですね。純粋にこのまま2点ずつ削られるのも、うん、まあ、これで一応殺しておくとクロックが一応かなり減った形にはなるので、とりあえず土地が止まってしまった三品さんとしてはまず時間が稼ぎたいですよね。お、ようやくこれ3枚目の土地を引きましたね。さあただサヒーリーが出ている分ちょっと中道さんの方が有利か。三品選手手札には吸収もあるんで、まあ、とりあえずはテフェリじゃなくてほっと一息といったところか。中西さん手札にフェリでありますね。ただやっぱりちょっとマナが起きている状態で突っ込むのはちょっとあまりリスキーですかね。まあ、ただ三品選手の開始のアクションが、あんまりマナが少ないと大したアクションが開始で飛んでこないんで、うん、まあ、そのマナが少ないうちに仕掛けるのも一つの手ですね。例えば5マナ相手が揃った状態で仕掛けて失敗すると開始でテフェリーが出てきて相手がさらに何かを構えてしまうっていう展開になってしまうんですけど、今仕掛けて失敗しても開始のターンでまあ一番最悪でギデオンぐらいなんで、テフェリーよりかはマシかなと。でさらに三品選手がギデオンで返してきた場合にもう1回仕掛けることができればそこでコンボが成立するんで。なるほどなるほど。さあではここは中道選手の選択がどうなるか注目といったところです。まあ、ただ4マナ揃えたんでここはフェリダが出てきそうですけどね。さあどうでしょうか。 お2マナ小刻みに、あまずはプラス。さあいいプラスは下に送ります。おフプルスプもう1体出してきました。おいやらしいですね。ほんで土地が止まってて巻いた2点クロックは結構バカにならないですからね。コントロールですとなかなか
ゲームも長引くでしょうし、またこの迷いが本当にもう倍に出た瞬間カードを引いてるんで除去してもさあここは意を決して動いた形になりましたが、持っているのはディグとフェリダーさらにフルスプ、そして致命的な一押し、まあもうフェリダー一択ですね。フェリダーとサヒリライが揃ってしまうと、フェリダーをサヒリライで無限にコピーして無限の速攻トークンでアタックできるという凶悪なコンボなので、このまま三品選手ターンを返すと無限コンボで死んでしまうので、はい、当時のスタンダードでも禁止になってしまったコンボですよね。やっぱたった2枚ってのは良くないですよね本当に、しかもフェリダーの能力自体も弱くないですからね。そうですね、プレーンズウォーカー消したりですとか、ケイヤの誓いみたいなカードを消したりですとか、うん、さあ中西さん、ここはコピーしてワンドロー。いやー、これが本当にいやらしい強さというか器用なんですよね。本当に今もまあこれでフェリダーが引ければといったところですが、フェリダーは引けず、さあ次元間のしるべ、これで5マナです。まあ、中西選手としてはこのまま何かしらプレッシャーを強めるカードを引ければよかったんですけど、ちょっとこのターン引けてないんでディグを打って終わりになるか。おっと3マナ、大手フェリーだとでかいですけどね。おっ最後の望みリリアナ、これも強力な3マナのプレインズウォーカー、そしてマイナスを使えばフェリーダーも帰ってくる。わー、しかもこれあれですね、マイナスすると墓地が超えてディグまで打てちゃう確かにすごい。さあフルスプアタックします。リリアナマイ、とりあえずはプラスしたいですね。これリリアナのマイナスなのもね、ほぼゲームエンド級の、そうですね、もうレガシーですら終わりますね、それぐらい強いです。さあただ、三品選手一回場に出てしまったプレーンズウォーカーにはほとんど対処できないので、カードとしてはいやもう本当に限られた、ない場に出たのはもうほとんど5マナのテフェリーとかギデオンで殴るとかしかないんで、はいはいはい、まあ、こうなってしまうと中道選手はもう今いつでもフェリダーを回収してサヒリで仕掛けられる状態なんで、もう道田選手はここからタップアウトができない、なるほどなるほど、状態が一生続いてしまうと。でその間中道選手はもう攻め続けられるということですね。まあ、さらに、ディグ時を超えた探索という飛び道具もあるので、エンドに揺さぶりをかけながらいつかマナサがもっと開けばテフェリーからいっぺんに仕掛けたりとか。さあサヒーでもう一回フルスポコピーしてさらにドローを進めていきます。もうかなりアドバンテージ差は開いてますね。で1マナでここは選択ですね。おーディレス、ここで脅迫で三品選手の手札を攻めていきます。ここで対抗策が1枚しかないとラストホープから、はい、手札は吸収とデスパークがありますかね。吸収と火の尽滅、テフェリーチビテフェディグですかね。3マナと5マナテフェリーと時を超えた探索、まあ、フェリダーに 対抗できるカードが2枚はあるんでこのターンは死なないんですけど、まあ、この状態でターンが進んでいくといつかは絶対決められてしまうんで、ここは何を落とすか。まあ、次に中道選手もう1ターンあるとディグからもう1回テルダー界なり何なり経由でコンボが決められますからね。ここは吸収を選択しましたね。さあとなると三品選手の選択肢も限られてきます。そして3マナからテフェリーか、テフェリーこれが通ってしまうとちょっと次のターンほぼ決まってしまうので、そうですね、妨害ができなくて、はい、まあ、三沢選手としてはここリグですかね、やはり。そうですね、対応してテフェリーが出てしまうと中道選手のターンに三沢選手は呪文が唱えられなくなるんで対応して時を超えた探索で回答を探すんですが、もう今課題が多すぎて、とりあえず目下のこの時をほぐすものテフェリー、今墓地が5枚なので3マナ払わないといけない。まあ、なので三品選手ここから次のターンまで想定されるアクション多くても3つ程度なんですけど、テフェリーがいる以上はデススパークも打てないですし、でテフェリーをどけるとしたら5マナのテフェリーしかないのでほぼほぼ積んでいると。あ、呪文貫きか、一応1枚呪文貫きが採用されてますね。呪文貫きがまず見つかればだいぶ変わりますね。ちょっとそれが見つからないとかなり厳しいですね。さあこの7枚託していきたい。あ、呪文貫きけどありそうですね。ありますね。とりあえずこれ1枚と土地ですね、5枚目の土地でこれを呪文貫きで弾いて返してフェリーを出してラストホープを
トップに戻して。つなぎました。まだまだ分かりませんね。ただ依然として中道選手ここまでかなりドロー化されてますからね。うん、まだ手札にリングも確かありますし、とりあえずはしのいだが、まだ厳しい展開が三品さんには、ね、手札も一瞬で落ちてしまうんで続きますね。はい、続いてゴマナ、ゴマナテフェリー、ドミナリアの英雄テフェリー、それではプラスですね。プラスして、プラスでスパークを構えてエンドか。さあ、しかし中道選手としてはもう一回脅迫なりテフェリーなりを挟めばほぼ安全にコンボが決められそうですが、見つかるか。さあ、選択からドローは致命的な一押しのように見えましたのであまり効果ありませんが、それでも手札は潤沢。一応ディグでデュレスが見つかれば、脅迫が見つかればセットランドするとフェリダーもいますかね。フェリダー脅迫で動きそうですけどね。さあ、まずはメインで時を超えた探索、墓地は十分に揃っています。6枚追放して2マナでキャスト。さあ、今一番欲しいのは脅迫、まあテフェリーでもいいですね。とにかくプレッシャーを継続的に与えていければそれでいいので、何かしら。さあ、いろいろな選択肢がありそうですが、7枚ですからね。いや、本当にこのカードは強いですね。はい、レガシーでも禁止されていて、ヴィンテージでも制限。うんうん、さあ、ここは2枚何を選択したか。負けてるときにディグ打たれると結構もう絶望しますよね。本当にもう追いつけない、もうみたいな。さあ、お、脅迫に見えた気がしますが、はまだ脅迫すぐ行きそうなんで脅迫ではないんですかね。それか土地がもう1枚ないか。さあ、この4枚の土地はまずは脅迫、ギデオン、サンマナのテフェリー、そして火の人物。このターンコンボは、デスパークを落とせば防ぐことができない。うん、また結構悩んでるね。このターンはフェリーで頭出せないんでしょうね、追加の土地がない。うん、さあ、中見選手はどの選取りを選択するか。おっと、ギデオン、ギデオン落としました。だとするとこの後チビテフェリーが出てきたりするのか。そうですね、はい、時をほぐすものテフェリーが安全に着地しました。さあ、これで中道選手、サヒーライ、最後の望み、リリアナ、そして時をほぐすものテフェリーと3体のプレインゾーカーを並べました。すごいですね、フォーシーサヒーリってデッキ名ですけど、こんだけプレインゾーカーが並ぶともう今のスタンダードみたいな感じに見えてしまいますね。さあ、まあ、今のスタンダードからさらにプレインズウォーカーが強烈に、うん、やっぱラストホープは本当に歴代でも屈指のプレインズウォーカーですからね。簡単にゲームが決まってしまうというか。さあ、三島選手はゴマナテフェリーの力でどうにか回答策を探したいところですが、あっと、ここはちょっと諦めたが、対そうですね、まあ、回収の2連コンボ決まっちゃいますからね、はい、最後の望みリリアナマイナス2からフェリダを回収してサヒールと無限コンボを形成して、はい、でテフェリーのおかげで妨害もされないと、うん、ちょっと対抗策がなかった感じですかね。はい、というわけで第13期フロンティア新決定戦第1ゲームは挑戦者中道選手が勝利いたしました。第2ゲームもこのままメイン戦のまま第2ゲーム行います。ちょっと中道選手やっぱ仕掛けるカードも多いですし、手札界大量に入ってますし、かなりメインボードに関してはやりやすそうですけどね。また迷い子さんもいい味を出して、連動化の牽制として非常に
効いてくるので、まあ、中精度減らしつつサヒーリでコピーしてドローを進めていくという感じで、いや本当にこのフロンティアの結果見ると古樹サイドから全然ありそうですよね、これから取られそうですよね、まあ、正直スタンダードに関しては古樹って最初は全然使われないと思ってたんですけど、うんうん、まあ、これだけプレインズオーガーがやっぱ流行った世界になると1枚でゲームが変わるカードなので、確かにフロンティアでも全然ありえそうですね。フェインズオーガーどんなに並べられてもあの古樹だけで全てが変わるっていうか、まあ、特に奥義が強いプレインズオーガー最近多いので、はい、ちょっとありえないやってて、相手がリリアナ出してきて、はい、そこから工事で僕のペンゾーが3体ぐらいパーンと弾け飛んで、でリリアナ奥義でうわーって一瞬で死ぬ、土地1枚になって負けましたつって、あれも結構コンボと言われてる、テフェリーとリリアナ奥義が強すぎるんで、工事、うん、で一瞬で奥義するのはそのままゲームが終わります。本当プレンゾーカーで盤面固めて油断できないっていうのが、そうですね、プレンゾーカー並べすぎないっていうのもプレイングの一つですよね。3匹目とかもう必要ないんだったら追加しないっていう。うん、そうですね。古樹最初もうなんか対象限定的すぎてね。そうですね。ちょっと使う、まあブラスカの侮辱とかもスタンダードにあるんで、スタンダードに関しては使われないんじゃないかなと思ってたんですが、はい、もう今ではブラスカの侮辱では追いつかないということで。むしろブラスカの侮辱最近ほとんど使われてないように。ちょっとあれじゃ追いつかないですね、うん、本当に。まあ、相手が3マナでテフェリーとか7セットを出してきて、うん、こっち後手だとまだ除去れないですから、ね、うんうん、それではちょっとゲームにならないので、うん、その状態だと、ね、7セットだったら2回も使われてるみたいな感じになっちゃうので、しかも不滅の太陽とか確かにあるんですけど、常在型能力が強いっていう、そうですね、フェンズが多いですよね。結構7セット対不滅の太陽、僕7セット側で負けたことが不滅の太陽側で負けましたなぜ強え、しかも不滅の太陽の追加ドローできねえみたいな、それがね強すぎるんですよねさあ第2ゲームマリガンチェックに入っております。まあ、本当にやっぱり3マナのチビテフェリー、うん、海外だとベイビーテフェリーって呼ばれてますけど、あ、そうですね、はい、もう本当にありとあらゆる環境を変えたと言っても過言ではないなと思います。スタンダードの打ち消し呪文そのものが環境から減ったりしてるんですけど、うん、まあ、ちょっとフロンティアのお二人のリストを見ててもそういうのが感じられるなと思ったんですけど、やっぱ、まあ、口消しだったら軽い呪文に限るみたいな、うん、そうですね、まあ、あとやっぱ出てしまったらもうどう打てなくなっちゃうんで、はい、それをデッキに大量に入れてるとやっぱゲームにならないので、その分無駄牌が増えてしまうってことですね。さあ、上下選手、まずは2マナから思考消去、高橋さんのハンドは強い安定しているこれどれ落としますかね難しいですね本当。いやでも、まあ、テフェリーですかね、はい、ここは時をほぐすもテフェリーを選択しました、まあ、一番出てしまった時にインパクトが大きい。サヒーリは、まあ、しばらく放っておいても大丈夫なんですけど、テフェリーはちょっと一回通った時のインパクトが大きすぎるんで、いやこれはしかし、さあ中西選手はサヒーリライ、致命的な一押し、脅迫、選択、そして土地が2枚。次のターン、デュレスから3ターン目サヒーリまでもう今の時点で確定しますからね。この後オプトでさらにいいカードが引ければ3ターン目がテベリになるかもしれないですし、はい、もうサヒーリデッキのベストハンドみたいな。そうですね、なんといっても無駄牌を1枚しか引いてないので、まあ、ただ中西選手本当にコントロールデッキに対してメインの無駄牌がかなり少ないのでもう6枚ぐらいで、ケイヤの誓いも一応プレーン増加に触れたりするので、うん、完全な無駄牌とは言えないので、さあここはエンドに選択です。いやですね、そのままそのままドロー、おー、テフェリー引いてる。さあまずはこのターン脅迫、あと逆に三島選手の方がちょっと無駄牌多く引いちゃってます ね、除去が3枚ということで、じゃあこれがちょっとコントロールとコンボデッキの性質の差といいますか、はい、コンボデッキはビートダウンに対してコンボを決めれば勝つんですけど、コントロールはビートダウンに対してクリーチャーさばききらないと勝てないんで、ちょっとその辺の性質の差がこのマッチアップではちょっと出てますよね。さあ一応今呪文貫き引いたの で、とりあえずは3ターン目テフェリーは防げそうですね。
さあ中道選手、一応脅迫で前のターン手札を見てるんですが、三品選手が戦術で上に置いたことをどう取るか。はい、まあ、この状態で上に置くって大体、プレーンゾーカーに対処できるカードかギデオンみたいなカードなんで、さあ中見選手ここでもテフェリー出しそうですけどね。そうですね、まあまあ、でもサヒリからでもいい気はしますけどね。とりあえずはジャブをっていう、まあ、どっちにしろサヒリも生き残ったら生き残ったでプレッシャーは非常に大きいので。すごい学べですすごいです、ね、青黒青赤白なかなかスタンダードでは見ないやっぱフェッチランドの力大きいですよね。さあどちらから行くか。ここはテフェリーから行きました。さあ三品選手という大呪文貫きがあるんですけど、まあ、テフェリーが通っちゃうともう一生キャストできなくなるんで、もうこれは選択肢が、はい、まあもちろんここはカウンター。さあでも中西選手としても手札見てるので結構そうですね、まあ、残りは除去除去とちとちしかなかったので、うんうん、ちょっと三品選手ここは盤面に干渉できるカードか最低限の打ち消しまたはディグが欲しいですね。三品選手また耐えの時間が続きそうですね。この環境基本に帰りがあったらちょっとどうなってしまうのか基本に帰れば大体ない方があのカード強すぎるんで多色デッキもうなくなっちゃいますよね本当に僕中学生の頃エクステンダーとであのカードだけで誰にでも勝てましたあまりですよ簡単すぎるその分好きなデッキが使えるというかカードが使えるのは、まあ、フロンティアのいいところではありますけども。さあテフェリーがカウンターされた後のこのサヒリライこれは取りましたね。さあプラスタートップに置いて三品選手の方だとテフェリー、まあ、ちょっとこのテフェリーの強弱の差っていうのもこのマッチの印象的なところかなと思いますけど、はいはい、中道さんのテフェリーはもう通るとゲームが決まるぐらい強いんですけど三品選手のはそれほどでもない、うん、その中道選手打ち消し呪文が入ってるわけではないですしそんなに動きづらさもないんじゃないかなと思います。結構ソサリタイミングで動くデッキですね。もともとソサリが多いデッキなのでここはマイナス3を選択してドローを進めてきました。あっとここでフェリダー突然来たあーっとさあ第2ゲーム中見選手の突然のフェリダーによってコンボが決まってしまうという展開。第13期フロンティア新決定戦さあ2ゲームとも中見選手が勝利いたしました。やっぱり2枚コンボがいかに良くないか凶悪すぎる。さあここからサイドボードに入ります。はい、一応フェリダーの仕組みを簡単にもう一度説明させていただくと、はい、今出た4マナ1音の可愛らしい猫と3マナのサヒーリライというプレーンゾーカーが揃うと、まあ、簡単に言うと無限に速攻トークン1音の猫が無限に出てきてそれで攻撃してその単純にゲームが終わると。まあ、サヒーリでフェリダーコピーすると、またフェリダーの誘発型能力でサヒーリをブリンクして、もう一回中性度型能力が使えるようになるので、無限に1音が並んでいくと。サヒーリのマイナス2能力を使うと、クリーチャーコピーすることができるので、そのコピーが出てきて、またあの猫の能力が誘発して、サヒーリを一回消して、で、無限トークン。これにテフェリーが加わると、相手は妨害もできないという、とんでもない。最強とか無敵。すごい。山本健太郎選手は、まあ、無限の猫に殴られて殺されるんだと俺は幸せだツイートしてた覚えがなかなかそんなに心が広い人はそうそういないですけど猫パンチ無限の猫ならまあ許そうサイドボードなんですけどこちら西野選手はこのサヒーに対してどういうカードを入れていくでしょうかね。まあ、今、手札に抱えてた無駄カードを減らしても相手はサイドボードも分かってるんで、はい、サイドボードから相手がオフェンシブサイドボード
クリーチャーを入れてきたりといったこともないんで、無駄カード除去を単純に減らして、有効なカードに入れ替えていく、まあ、特にその呪文トライが結構印象的なんですけど、まあ、単純にカードパワーもあると思うんですけど、はいはい、ドビンの拒否権とか否認じゃなくて呪文トライなのは、まあ、最悪そのテフェリーが出てしまった後でもテフェリーに殴りに行けたりとか、うんうん、そういうのも多少は考慮されているのかなと思います。おかわり中道選手側のカードで対象に取れないカードがほとんどないというかないですかね。そうですね、まあ、あと本当にテフェリーが出てしまった後でも最低限アタッカーとしては活躍してくれるということで、はい、うん、このカードもかなり強いカードですね。そうですね、昔から、まあ、今モダンでもバリバリ使われてますけど、バントスピリットというデッキですね、まあ、ちなみにこいつもテフェリーと組み合わせるとこいつが死んだ時に相手呪文を唱えられるです。確かに確かに、テフェリーは本当にとんでもないんです。いろんな悪さをするという、普通あれなんですね、呪文を捉えてあいつが戦場を離れた時に対戦相手がもう一回その通用されてた呪文を唱えるタイミングがあるんですけど、はい、それがインスタントタイミングだった、はい、そのタイミングを与えてくれないので唱えられないという、もう理不尽極まりない。いやー本当呪文捉えね。テフェリーすごいな、本当にすごい、リガシーで使われるやっぱサンマナのプレーンゾーカーはとんでもないな。はい、まあ、このなんか前の環境だと霊騎士の脅威があったんですけど、はい、このテフェリーのおかげでいな環境から消滅したって聞きました。テフェリーのせいでといった方が適切だと思いますよ。テフェリーがいると霊騎士が多分起動はできるんですけど呪文は唱えられない、はい、そう、あれもインスタントタイミングで扱いになってしまうため唱えられないということですね。まあ、本当にフロンティアを象徴する一枚だったと思っているんですが、はい、まあ、それが今回に関しては本当にほとんど見なかったので、やっぱりテフェリーが与えた影響ってそれだけでかいのかなと。ガチャ禁止と言われてしまうんで、テフェリー僕はちょっと霊騎士あんま好きじゃないんですけど、はい、いやそれにしてもテフェリーはちょっとやりすぎだろと。本当に強い、多分4マナでも強かったと思いますけどね、このテフェリーがだったら。まあそうですよね、今3ダメージでもゲーム終わってしまうっていうのはさすがに。さあ3ゲーム目サイドボード後の一戦です。まあ、ここまでは挑戦者中道選手が2本メインゲームを選手ということで、さあここからミシナ選手が巻き返せるか、うん、はい、テフェリーたちのレガシーでの活躍が気になる人は僕のツイッターを見に行っていただけると、一番上にたくさん最近のプレゼントがレガシーの出来があるので。さあまずはお互い7枚キープですね。さあちょっとメインボードに関しては中道選手の方が構成的に有利だったかなと思うんですけど、うん、さあサイド後まだお互いデッキが最適化された後にちょっとこの 0-2 の中道選手のリードが響いてきそうですけどね。まあ、ここはミサ選手は 3ゲーム連続で取らないといけないので、これ結構フェッチも何持ってくるかって結構大変、結構慣れてないと間違えちゃいそうですね。まあでもこういう街、ライフがあんまり関係ない街だと、はい、とりあえずペイ3しとけばいいんで、この街は大丈夫です。前だとね、なんか相手がビートダウンだと、やっぱちょっとライフを気にしなきゃいけないんで、はいはいはい、1枚ギルラン我慢したりしなきゃいけなかったりするんですけど、まあこういう街でしたらお互いライフを気にせず、ちょっと三品選手の方は多少管理しなきゃいけないですけど、中身選手はもう全力で。バリバリ。さあまず2ターン目のフプルスプワンドローから入ります。こいつ渋いっすね、可愛いですし、うん、いや結構ストーリーのでちょこちょこ出てくるか、カードにちょこちょこ出てきて、ね、大人気らしいですね海外で。そうなんやねんこいつ可愛いやんみたいな、まさか伝説だったストーリーなんか関係してくるんでしたっけ。いやちょっと出てきたような、ちょっとその辺は若月先生に聞きましょう。ぜひどっかに出てきてた気もする、出てきてた今のところまだ出てきてない。ただこれなんか戦場じゃなくてライブラリーから出ると2ドローっていうのもなかなか面白いですよね。まあ、この街だとちょっと出ないとは思うんですけど、そうです、まだ見たことないですね。
さ、もう3ターン目が早速クライマックス感ありますよね。さあ2ターン目まず集団的蛮行、これハンデスモードですかね。そうですね。さあ悩ましい。はい、ありがとうございます。ストーリー的には全然関係ないらしいです。さあこう皆選手思い切って打ったってことは他にスペルがないんですかね。エンチャントプレインズオーカー、プレインズオーカー、土地土地、テフェリー、デカテフェリー、チビテフェリー、ケイヤの誓い、呪文トライです。失礼しました。呪文トライ、テフェリー、テフェリー、土地土地で、スペルが1枚しかなかったんで、はい、番号の前に対応して使ったと。この呪文トライかなり強そうですね。そうですね。この展開だとハンデスだと思考消去でしか落とせないということで、確かにそこも一つのポイントですね。凶悪とかで落とされない打ち消し呪文というのは、うん、さあ中道選手はフルタップですが、まあ、まだ仕掛けるところじゃないですかね。まあ、やっぱりさっきも言ったようにテフェリーの重みみたいなのが三品さんと中道選手とは全然違うので、うん、三品選手のチビテフェリーは着地させてもそんなに意味がない、うん、さあデュレス、これはやらしいですね。デュレスからのサンマの何かがあるみたいな見えますが、呪文トラエを使わせるのか、使わせたい脅迫なのか、それともただ単純にテフェリーなどを落として時間を稼ぐか。あ、ここはキャッチしに行きました。さあこの後ですね、ここまでは多分中道選手もデュレスをされ、呪文トライされた後のことも考えてたと思うんで、これでももう一回テフェリーで戻されちゃうとデュレスがもう一回使えてしまう。ただまあそうするといろいろ難しいですね。開始の、三品選手のアクションもデカテフェリーなんで、はい、あれかチビテフェリーがこれ出て、確かに、あっと、ケイヤの近い、これは完璧ですね。結構残してましたね。まあ、サイドボードの呪文トライを見て、はい、あ、これでデカテフェリー落として、いやー、これは結構痛い、痛いですね、一手ですよね。完璧でしたね、うん、この一旦は。コミッショナー選手、何かアドバンテージを得るカードを引きたいところでしょうかね。次のドルディグだとかなり嬉しいですが、なんかテフェリーから動きやすいカードでも、思考消去とかでもいいですか、うん、さあ引いたのはトッチーですね。とりあえずは時をほぐすもテフェリー出しますが、ちょっとあんまり効果的ではないというか、とりあえずマイナス3でワンドローですね。リーグを引いたように見えました。お、このターンが平和であれば、さあここは何かしら大きなアクションありそうです。さあこのマナは、おっとディグから入った。もう1マナですか。はい、墓地は5枚だったのでこれで3マナで時を超えた探索。さあ7枚見て好きな2枚を手札に加える、たったの3マナ、ずるい。さあここはディグがさらにディグ呼んでますね。まあ、だちょっと今墓地が枯渇しているので、こうなるとね、またやっぱりコンボデッキの強みといいますか、4食サヒーリーは6マナあれば無限コンボに入れるので、フェリダは土地も隠せるんで、フェリダで土地を隠してその土地をアンタップして、うん、さあここはフルスプでワンドロー、
まあ、ただ結構ディグを引いたことによってかなり三島選手もまだまだ戦えそうなイメージですね。ただ中道選手多分もう一枚巨額を持ってたように見えたので、おちょっと他の仕掛けるカード次第では次のターンかなり大きなターンになりそうですけど、ね、お互い、まあ、ターニングポイントというか、そうですね。さあ勝負のこのターン、おまずは脅迫、うん、それに対してミサ選手もここはフェチ切らず3マナできました、はい、3マナでこれもすごいですね。テフェリープラス1してるんでこれ手札界を手に入れると対応して打てたりもする。あ、なるほどなるほど、渋い。ドビンの拒否権が見えます。お、ハンデスマル5マナテフェリー思考消去ドビンの拒否権。いやここけど選択肢かなりたくさんありますね。腕が出るというか難しいところですね。中道選手はこの脅迫自体は本命ではなさそうに見えるのでこの後ブレンズオーカーなり何なりが出てくると思うんで、道田選手の今のプランだと多分これに対応して思考消去を打つプランかなと思うんですが、おっとここでテフェリのプラス能力によりインスタントタイミングでの思考消去、手札は強い。サヒーリ、時を超えた探索、集団的蛮行、フプルスプ。あ、でもまあディグを抜いてしまえばそこまででもないですね。そしてここで脅迫が解決されます。さあケイヤとまあ5マナテフェリー、ここはまあ5マナテフェリーでしょう。まあ最強のアドバンテージゲームですからね。うん、これケイヤ出せばとりあえずはディ、あ、そうか、ディガも落としてるか関係ないか。さあまあ、とりあえずはプルスプでテフェリーの中精度削ります。本当にゲームがもう派手なんですよね。スペルが強い。さあそしてサヒリライ、うん、ここはプラス、これあれなんです、昔は火力とかってプレーンゾーカーに痴漢できたんですけど、はい、なのでサヒリライプレーンゾーカーに確か打てたと思うんですけど、今はもうルールが変わっちゃったんで多分テキスト通り本体にしか打てなくなっちゃったんですね、うん、そして2マナフルスプ2枚目けなげですね。横にして殴って地味ですがこれがチクチクと効いてきますかね。さあ西田選手は何かここで追加の脅威を出しておきたいところですが、ちょっとね現時点ではケイヤがあまり本領発揮とはいかないので、手札を増やせるカードかギデオンか、あ、オクローギルなんですかね。今三島選手手札が土地土地ケイヤ、今日ミシェラランドはありますが、ここはどうですかね、起動して無理に殴っていくこともないですかね。いや、サヒリ殴るは大いにあり得ると思います。もうどの道このまま待ってるだけだと事態は好転しないので、墓地を確認していますね。ディグ引いたんですかね。いや、わかんないです、土地に見えた気がしました。あ、けど確かにディグかも。先ほどまでの手札は島とケイヤで、ウォータリーグレーブを引いたように見えたんですが、さあ三島選手ここはどう動いていくか。お、殴りそう、まあ、サヒーリーですかね。ここでサヒーリー向かったアタック、この地味なケイヤの誓いの能力がこれは本当にスタンダードでもよくありますけどね、ケイヤの力のあの能力も地味ながらかなり強い、ライフをかなり持っていくというか。そして3万のケイヤ、ここは墓地2枚追放ですかね。
そうですね、中道選手のリストはかなりコンボ特化ですが、またプレインズウォーカーでもうこういったマッチアップだと純粋にアドバンテージを広げきって勝つということもできますね、うん、さあここプラスします。さあチクチクとダメージをインサー選手に与えていきます。まあ、やっぱりこうやってコントロール対決、サイドボードはもうほとんどコンボ対決みたいな、コントロール対決みたいなもんですが、はい、やっぱドローの質が上がるっていうのもバカにできない。これちょっとどっち殴るか怪しいが、まあさすがにテフェリーか、まあ、今のところケイヤはほとんど中道選手的には何もしてないに等しいので、もうディグもライブラリー残り1枚しかないんで、さあ、まあ結構最初の方はミスナ選手かなりきついかなと思ったんですけど、いやでもまだかなりきついです、ね、これからでもいい、また徐々に巻き返してきてはいるんで、もう本当に次にどちらがインパクトが大きいアクションが取れるか、さあここはサヒリ殴っていきますね。残り中精度は1、フェリダーだけは引いてほしくない三品選手ですが、本当にこういう状況で本当あのフェリダー引いて突然ゲームが終わるみたいなことが、まあ、昔のスタンダード本当に普通によくありました、ね、はい終わり終わりって、やっぱこのコンボの一番良くなかったところとしては両方カードが普通に強いっていう、片方があんまり強くないんだったらよかったかなと思うんですけど、サヒリもやっぱ結構強いですからね。フェリダーは当時のスタンドでも他のカードともシナジーをたくさん形成して普通に強いカードでしたし、さあこのドロー何を引くか、土地のように見えました。上悩んでるか、上だと上でした、ね、何かアドバンテージ得るカードがヘリだという可能性が高いですね。ちょっと悩んでたね、もうちょっと弱いかもしれないですからね、何かしらのプレインズウォーカーか。さあ中西選手、豊田にはまだ番号があるんで、仮にコンボを仕掛けるとしたら一応安全確認1回を挟める状態です、うん、まあ、ここでミシェルランド殴れますが、フプルスプが壁となってちょっとサヒリ落とすことはできない感じになってますね。ミシェル選手このターンはかなり受け広いですからね、もうブロッカーをどかすカードでもサヒリが退場するんで、このターンは非常に大きい。さあいいカード引けるか、おプッシュか、おプッシュを引いた、おこれでとりあえずは突然死は免れた。さらに戦術してたのも無効化シャッフルしたんで、はいはいはい、地味ながら、おこれは西田選手徐々に、いや引けましたね、よかった、ギリギリ、まだわからない、まだまだミシラで他の今後のプレーン増加も牽制できることを考えると、はい、ここまで来ると三田選手はかなり、ケイヤももういつでも怒れる体勢ちょっと10点ぐらいしかなさそうですが、まあ、ちょっとミシラランドがかなり効いてますね。ハンコンが偉いですね、あのケイヤの視界でどんどん削られていくんですけど、ハンコンでそれを無効化されてしているので、さあここはサヒリ落とします。そして追放、おこれはこれは巻き返してきました、三品選手、あー一旦遅かった、運命のいたずら、今フェリーダを引いたんですがちょっと一旦遅かったですね。ただここはケイアの誓いを、そうですね、誓い隠してテベリアとりあえず落として、
あ、出さない。おお、もうじゃあ他にもっとアドバンテージが取れるカードに使いたいってことですかね、うん、テフェリーを落とすよりも。まあ、さっき言ってた集団的番号が手札にあるなら打ってからコンボが決まるときにみたいな感じですかね。そうですね、一応今9マナでフェリダーでランド隠すと10マナなのでぴったりかな。超えてるか、7出す9か、うん、さあミシャ選手はミシャラランドで着々とライフを削っていきます。ちょっと長い道のりですが、さあ中道選手が次に番号をキャストしたときは何かしら仕掛ける手前だと思うんで、うん、お仕掛けそうですね、まあ、トリダイブはちょっともうフェリダを出すのか。さあここはお吸収、さあしかしこれで三島選手手札がゼロ。もしここで揃っていたらゲームが決まってしまうが、ちょっと単純に今テフェリーの1枚ドローでさえ重いんで、まあ、フェリダーしかこの後できることはないとしたらもうケアの力消しちゃった方がそうですからね、うん、テフェリーのマイナスを防ぐという。そうですね、ちょっとこの状態の1枚はバカにできないので、かなりギリギリの攻防が続いてますね。さあ3マナということはテフェリー、お互い手の盤面に時をほぐすモードテフェリーが着地しました。あ、これでまずはテフェリーの能力でケアの力を戻し、急に中道選手が巻き返しました。有利不利ゲージがあったら今一気に入れ替わりました。そしてここでフェリダーでテフェリーがなんともう一回使える。そしてプラスめちゃくちゃですよね本当に今中道選手追加のテフェリーも引いたんで、うん、いや地獄ですね。三島選手はフェリダーをバウンスしてもまた何度でもちょっと、そうですね、ドローとかに使われちゃうんで、マイナスしてもフェリダ戻さないまでありますかね。まあ、ただ本当に相手中道選手のテフェリーは落とさなきゃいけないんで、かなり厳しいですね。今の一旦でまた大きく入れ替わってしまった。いやー、ちょっと頭抱えてますね、三田選手も。ここはかなり難しい盤面でしょうか。思考消去の存在も考えるとフェリダーマイナスするんだったらフェリダー戻した方がいい気はしますけどね、うん、思考消去を引いた時にちょっと恨めっちゃうんで、うんうん、戻さずそしてプラス、さあテフェリーとフェリダーが揃った状態で今無敵です。そして引いたのは今オプット選択です。ここは下、もうここ探すのはサヒリですかね。はい、そうですね、もう一択というか、まあ、このターンケイヤの誓いもあるのでケイヤの誓いで何かしら落としてテフェリーでマイナスしてドロー進めて、そうですね、これフェリダーテフェリーで戻してもう一回出してもう一回ドローしてみたいな、もう何でもできます器用すぎるまず相手側のテフェリーを落としておくとこの後デュレスもプラスでいつでも打てるようになるんで、はい、ではまずはテフェリーを戻します。そしたらテフェリープラスでもいいですね。さあマイナスで、お、ここでケイヤの誓いの方を戻しました。さあまだまだ続く。そしていやーこれ本当に恐ろしいほどのアドバンテージを稼いでますね。さあドロー、サヒリを見つけるのも時間の問題か。さあデュレスは吸収が取れます。これもテフェリーがいるから打てない。もうこうやってしまうと本当にテフェリーのプレッシャーが、さあ2号機、ここはケイヤの近いか、うん、
ケア扱いで、まあ、ケアを、修正度を減らしていきます。石田選手はさらなるアドバンテージを獲得したいところですが、ここは、ミシュラランド。スイカの選択、ここ見つからず、下でドロー。見つかるといつでも、テフェリーで、妨害がされないため、いつでも決まります。さあ、フルスプ。さらなに、テフェリーがもう一枚。テフェリー祭り。まあ、中道選手としては今、かなり有利なので、このままぼーっとしててもそうですけどね。ただ積極的にテフェリーでドローを進める。思考消去。いや、何枚アドバンテージ出てるのかっていう感じですね、一旦に。まあ、このターンもう一体ブロッカー並べた方が硬そうですが、はい、これでテフェリーを守りつつ、フェリダ2体目してターン終了。さあ、三品選手はどうにかアドバンテージを稼げればいいんですけれども、まあちょっと三品2体でいったとしてもブロッカーもいるので、もう実質このテフェリーが仮に死んだとしてももう今魔の縛り上げてるんで、カウンター打ちづらい状態にさせてますからね。もうこれで三品選手はテフェリーが死んだとしても2マナしか残ってないんで、ここは落とされに来ましたね。そしてデュレス。お、これで、フェリーが、あ、テフェリーが落ちて、あ、テフェリーで、そしてターン終了か。プラスで、さあ、ミサ選手はもう、ここはサヒリ引かないでくれと、願うばかりか。3枚目。猫。中道選手、先ほどはテフェリープラスしてなかったからじゃないですか。1匹目もマイナスしたような、マイナスマイナスだったような。ん、今あれですね、あの三品選手に手札さっき見たの何でしたっけぐらいの。あ、さあ、これケアの視界をブリンクしまくるみたいな。いや、ドローじゃないですか、ね、さすがにもうライフはどうでもいいんで。おお、今引いたのは最後の望み、リリアナ。さあ、一応ケイヤさんも怒ると15、6点は持ってけそうですが、5、10、15、17点。ただそれ以上にちょっとライフが、中道選手さらに3号機フェリダーでフルスプをブリンクしてワンドロー。引いたのは思考消去。さあ、ここはミシナ選手も耐えの時期。まあ、ただこうなると中道選手手札に思考消去が2枚あることも含めて引いていいカードが圧倒的に多いですよね。コンボ引いたらすぐ手札赤いから完璧に仕掛けられますし、そして今引いたのは時を超えた探索、最後のディグ。中道選手ディグは3枚しか取ってないんですけど、これが最後ですね。すごい思考消去の情報も墓地が増えるんですね。さあ、ここから7枚見れば、しかもちょうどおあつらい向きに3マナ残ってる
さあ、時を超えた探索。絶望のもうここまで3ヘッドライブラリーならありましたね。これはヒーリと引き当てました。というわけで第13期フロンティア神話挑戦者中道大輔選手です。おめでとうございます。